おはようございます。本日はですね、今からこのモサイ髪の毛を切りに行きたいなと思います。前々からですね、ずっと髪は切りたいと思ってたんですが、もうこんだけボサボサになったんで、ようやく行きたいなと思います。でちなみに今日行くところはいつも通り京都の河原町の尾瀬さんがいるところに行きたいなと思うんですが、もう今日は何も髪の毛セットせんと、もうモサモサのまま行って、ありのままの姿を見てもらって、ひどいですねって言われながらカットしたいなと思います。実は予約取ったんがもうついさっき連絡して、今から行けますかみたいな感じで連絡して、急遽行けることになったんで、いきなりでご迷惑なんですが、カット行きたいなと思います。そして嫁にも LINE で今からカット行ってくるわって言ったら、ようやくやな、やったーって LINE 来て喜んでたんで、誰にも望まれてないこの長い髪の毛ようやく切りに行ってさっぱりしたいなというのが今日の動画になっております。では京都まで1時間半ぐらいかけてぼちぼち行きたいなと思います。行ってまいります。最近撮ってないからわからないですよね、画角が。言ってますよね、はい、撮り方忘れてみたいな。またお願いします。お願いします。で、もう前のこのなんか茶髪みたいなのあるじゃないですか。はい、もうこう切りちゃいたくて、はい、で、こうなったら目ぐらい。目ぐらい。それぐらい行っていた。そうですね、目ぐらいにして、で流したり、オーダーしたりみたいな。うん、どっちでもいけるぐらいの。後ろはもう結構もうギリギリまで短くします。はい。もうちょっとトップもちょっとふんわりしてっていう、はい、してちょっと短めになる、ちょっと短めになる、はい、そういうのがいいです。切れます、すいません、やってもらえるのに伸ばしてたから。視聴者の皆さんもみんなただみたいなの言ってますもん。ようやく積算ストーン、あ、はい、すいません、お願いします。さっきじゃあ、はい、あ、わかりました。カチン準備だけ行きましょう。はい、それでは先にヘッドスパしてもらうんですが、以前1回出てもらったあの関さんの後輩の、西村くんが今いります。髪型だいぶ変わってるんです、どうぞ。前髪揃ってますね。前髪もお手番組。あ、なるほど。この前髪したい方はぜひおっさんにお願いしますということです。ほんで、なんか前、はい、西村さんの名前って言った時に、はい、誰かが試験やからもう剣道でええやんみたいな。剣道やな。剣道このままブランドの、そうそうそう、おしゃれな感じ、おしゃれな感じ、おしゃれな感じ。今石蔵さん待ちです。石蔵さんも忙しいようで今一人で待っております。じゃあ、ちょっとスタートします。お願いします。ありがとうございます。はい、どうぞ。すげえ長さですね。伸ばす絶対ありましたもんね、確かに。ただ伸びただけなんですよ。一番初めてさせてもらった時って2018年とかの年末ですよね、はい、まだ西村くんいなかったっすよ、ね、ですよね。あ、そう考えると一番初め僕だって1年目ってことですもんね。あ、そうですそうですそうです。もう4月から3年目についに僕も入るんで、そう考えたらこれはたくましくなるっすよね。で、じゃあ次関さんもスタイリストの順番ですか、こんな順番的には。でもまだまだ、まあ、年数まだ僕3年目なんでかかりますけど、大体何年くらいなんですか。大体5年って言われてます。あと2年。ただ人によります、それ本当に。タイミングがあったら、はい、デビュー一発目僕カットしまえたんですね。お願いですか。いや、お願いします。はい、いや、めちゃくちゃ、それめっちゃ面白い企画になりそうですね。はい、それ面白いですね。1年目やった関さんがどうどうみたいなって、それ面白いですね。関さんスタイリストデビュー最悪人になったら、関さん信じないわけじゃないです。人になったらもうなんかもう丸坊主とかがしますよね、この時は。でもそれも楽しみにしてます、ほんまに。スタイリストデビューの時に一発目やらせてもらって、ね、
これ今日今回してくれたはずですか、ここの隣のやつね。あ、そうなんですよ、回してくれるんですか。あ、大丈夫大丈夫、またいい感じにこう切り取ってやってくれるんですか。いやいや、いつも通り、いつも通りに、はい、あの、関さんの良さが出てくるんで。西村君が奥で宇宙田さんを見てました、こっち。いや、さっきあの出てもらったんで。あ、もう出ました。はい、あの、髪型が激変するちょっと、あの、スイッチ切ります。はい、じゃあ、このままゆっくり行きますね、はい、こっからちょっとナレーション入ります。はい、はい、それではナレーションいきたいなと思います。お久しぶりです。まずはでは倍速いきましょうかね。はい、では、20倍速ということで、皆さんお久しぶりです。ナレーション拓造でやっていきたいなというふうに思います。まずはですね、このように頭を泡だらけにしてですね、で流していって、その後オイルで頭をマッサージ、その前にアラブ状態ですね、これアラブ状態やって、首にやってオイルを頭にベトベトにして、でマッサージしていくというふうな流れになります。でこれが大体40分ぐらいあるんですかね、もう体感ではほんま5分ぐらいなんですけど、あの首の方もマッサージしてもらって、気持ちよくなっておりますということで、もうちょっとしたら来ますよ、あの石像の流し目、来たー石像の流し目という感じになっております。あ、もう一回来そうですね、もう一回来ますよ、せーの、来ました、石像の流し目。ヘッドスパをしながらでもですね、あの周りをしっかり見て店の状況を見る、さすが美容師の鏡でございますということで、まあ、今日は短いですが、タクゾはこの辺でお別れしたいなというふうに思います。では皆さん、また会う日まで、さようなら、バイバイ。切れますね、やってみてよかったっすわ。あの、似合わへんねんなっていうのが分かったですもう多分後悔ないです意外とそんな、ドイツはどう変化かな。ドイツはね、ベルリンってことで壁ある、そうです。ベルリンの壁ってなんか東から西にこうなんか別に分断されてるのかな、円になってる、あ、そうですね、西ドイツが円に囲まれてるんだ、そうなんです。なんか今アプリで元々の形出ますよね。あ、そうなんです。なんか iPad とかこう掲げたら前はこういう形やったみたいな出るんですよ。へー、やっぱそれでも東ドイツと西ドイツでやっぱ違うんですか、建物とか。全然違います。なんか東ドイツがロシアとか、なんかちょっと非常態が残ってるけど、ロシア一応社会なんですよ。あ、そうそうっすよね。すいません、失礼しました。なんかね、あの、全然話変わるんですけど、ヨメンゾーがショートにしたいらしいんですよ。おお。で、なんか、お世さんに、どうか聞いといてみたいな感じ。お世さん、まだお会いしたことないですか。今、これぐらいなんですよ。結構、量多いです、ね、あるんですよ。ですよね。で、量多くて、で、太いみたいな感じなんですけど。ボブ、ボブみたいな。まあ、全然でもできます。2時間できたらいいですね。いいですね。はい。軽くなってきました。まあ、とりあえず長いのがもう究極にあかんかったってことですね。もうそれが分かっただけで、はい、もう自分の中にだいぶ空気が落ちますね。もう伸ばそうと思わんから、ね、これでは。なんか、一回その藤原さんに会いに行ってみたいな。なんか面白くない。いや、面白いです。なんか。もう お互い準レギュラーとして。あ、すいません、申し訳ないです。はい、もう一人めっちゃ落ちますね。めちゃくちゃ来てます。メンズカットでこんだけ落ちてるあんま見ない。そうなんですね。4仕上げて、はい、お久しぶりです、石像です。
お願いします。今日はシャンプーについての話をさせていただきたいんですけど、シャンプー剤使えば使うほど綺麗になって汚れが落ちて髪の毛にいいと思ってる方がおられると聞いたんですけど、実はそうじゃなくて、シャンプー剤っていうのは結構その洗浄力が強いんで、もちろん悪いものを落としてくれるんですけど、髪の毛にとっていいものも落としてしまうっていう点があるので、実はすればするほどいいわけじゃなくて、適度な回数っていうのが一番大事で、1回の方がいいのかっていうわけじゃなくて、適度な回数っていうのは例えばスタイリング剤がついてて泡が立たなかったらやっぱり2回した方がいいですし、そういう面で髪の状態を見て回数は決めた方がよくて、すればするほど良くはないです。で、よく言われる美容室のシャンプー剤と市販のシャンプー剤どう違うの言うんですけど、美容室のシャンプー剤の方が洗浄力が優しいです。なんでダメージも得られるし、パーマもカラーの持ちも良くなるっていうのはそういうところから来てて、いいものだけを残して悪いものだけを洗ってくれるっていうのが美容室のシャンプー剤なんで、ぜひちょっとシャンプー剤悩んでる方は一回美容室のシャンプー剤ちょっと美容師さんに聞いて試してみてください。で、最後僕の今年の抱負をちょっと最後にちょっと言わせていただきたいんですけど、自分のキャラをこう確立させるじゃないですか。関といえばこれみたいな、僕はスーパー拓斗さんのおかげでスーパーする人っていう風に見ていただいている方もおられるかなと思うんですけど、やっぱそれ以上にいろんな武器を見つけて、美容業界の中でこうちょっと大きくなるよう なんか存在になれたらなって、漠然なあれなんですけど思っております。ありがとうございました。はい、ということで、関東さんありがとうございました。ありがとうございます。この後はですね、嫁像の反応を皆さんに見てもらいたいなと思います。では、嫁像の反応です、どうぞ。待って、どこにいるの？真ん前。行くよ。おえ、何撮ってるの？やだ。いい、かわいいじゃん。